お腹見るときにただこういうふうに見てもらってもいいんですけども、やっぱりこうやったら筋反射、筋肉反射しますので、できたらこうやって硬いところを触るときに相手の硬いのを緩めてあげる。そうするとこういうふうにするとね、頭上げないほんでこういうふうにしてあげたらさっきの硬かった部分柔らかくなってるんです。で、柔らかい部分の中で硬いのを探しています。ここ大丈夫ですね。同じとこですけども誤解が生じる可能性がある。硬いですから硬いところでこうやって触った痛い痛いっていう、この痛いは嘘です。嘘っていうのではなくて見間違いです。これは治療家のミスです、ね、ですからしっかりと足をここでホールドしてください。ホールドしてもって緩めてもってその上で同じとこ触ったら痛くなる。だから痛いからって言ってそれは悪いっていう、そういうような捉え方はしないでください。それは見間違いの可能性もありますから、あなた悪いですね、これ僕悪いですよとかっていうような愚かなことはしないでください。絶対に踏んで相手に対してこれが悪い、あれが悪い、そういうような表現もやめてください。はい、癒し道では絶対抜きね。でこういうふうにね、まず緩めてあげて、お腹も緩めてあげて、そして自分の胸の下に手を置いてもらって、こういう見方もあるんですけども、できるだけ自分の胸、ここ見るんやったら自分の胸をこっちに持ってみてください。はい、でうんってうなずいてみたいなね、うなずいてみたいな、再確認そう、こうやって見ます。でお腹に関してちょっとまっすぐなって、お腹に関してこうやって見ました。次、腰横平筋ですけども、一つね、こちらから手を入れて、ね、で腰横平筋のところで指をこのまま上げます。そしてこうやって触ります。ここ大丈夫です。次ですね、ここも大丈夫、そんなひどくはないですね。ちょっとこうここがねちょっと痛いかなっていうけど、でも我慢できます。うん、全然問題ないです。右足に関してですけども、うん、そんなに問題ないかな、うん、こっちにちょっとね、これが嫌かなっていう。ですから今こうやって伸ばして嫌なんですね。これが見間違いかどうかっていうのを確認してみてほしいんで、もう一回同じようにこうやって同じところさ、はい、これはどっちかというと痛いっていうことですね。で痛いままで放置しないでください。これはちゃんと必ず痛みを取ってあげてください。痛いまま放置してあなたこれ悪いですねって言ったら、それは恐喝療法っていうこと、ね、必ず最後まで痛みを取ってください。はい、まず、仰向けで見るときはこのように見てください。次、うつ伏せですね。胸枕しましょう。タオルをつけて、メガネ取ってもいいかな。で、まあ、今こっちに僕いますのでこっちで見ますね。はい、次、腰横平筋説明しますよ。骨盤の一番高いところね、ここ真横の一番高いところね。はい、で次、肋骨ですね。はい、でここからずっとこう上に上がったところですね、この間にあります。上から言ったらここの間のここにこうやって、うん、こっち嫌ですよね。うん、左大丈夫、あ、右大丈夫やったけど、こっち嫌なんだ。こここうやって見ます。で、この辺かなりちょっとしんどいですね。うん。ですから、この痛み、ね、ちょっとまあ、ビデオ撮ってるんで、撮りますね。はい。まあ、こうやって、この痛み撮れたらハッキーですか？はい。はい、深呼吸して。はい、大丈夫ですよ。同じように見ますからね。はい。同じように。はい。取れました。はい、まだ 100% 取れたんじゃないですよね。知ってます。だいたい7割ぐらい残ってます。で、さらに残ってる痛み取れたら嬉しいですか？嬉しいです。はい。はい、深呼吸してください。はい、もう大丈夫ですよ。はい、OK です。はい、同じように見ます。またさらに楽になりましたね。はい。と、はい、いう感じで取っていってください。で、見方としてですけども、骨盤の一番高いところ、肋骨の一番低いところ、ここの間のこの上のとこね、ちょうど真ん中あたりから下ろしてきたところで、気をつけてほしいんです。何を気をつけてほしいかというと、
年齢的に高齢の方だったら肋骨、12番、ね、あの浮遊骨っていうと折れやすいですから、しっかりと12番を確認してから、ここを押さえてほしいんです。で、癒し指導では一切力を使いませんので折れることはないかもしれへんけども、気をつけてやってください。今やった感じですけども、質問ありますか？